コロンビア・ボゴタのバス・ブラジル・クリチバの乗り換え駅、バス・ラピット・トランジットとは、バスを基盤とした大量輸送システムである。日本語では、バス高速輸送システムとも呼ばれる。世界初の BRT システムは、1974年に、南アメリカ・ブラジルのクリチバで開業した、統合輸送ネットワークである。同システムは、2000年に、 同じ南米にあるコロンビアのボモタで開業したトロンスミレイニオを例としてブラジル及び世界中の多くの類似システムに影響を与えた。2014年10月時点で世界186都市で BRT が運行され路線の総延長距離は 4757km に達する。世界の1日あたりの BRT。 推定乗降客数は約3170万人とされ、ブラジルが33都市で運行と主導している、ラテンアメリカでは世界最多の60路線が存在し、推定乗降客数は約1970万人である。口じするように、日本でも導入や検討が進んでいる。世界初の b r t システムである、ブラジルクリチバの統合輸送ネットワークバスラピット。 トランジットは必ずしも明確になった定義があるわけではないが、専用走行空間の確保を基本とした、速達性、定時性、輸送能力に優れたバス車両をベースとした高速運行の公共交通システムと定義される。バスラピッドトランジットの名称は英語で都市高速鉄道を意味するレールラピッドトランジットを由来とする。BRT は混合交通、 平面道路でのバス専用車線、他の交通から分離したバス専用道路を含む多種多様な優先権を行使して運用される。2011年及び2013年、BRT システムには多くの際及び明白な特徴が存在するため、アメリカ合衆国の交通開発政策研究所は、BRT としての資格を有するシステムには、 どのような特徴を備えるべきかという最低限の定義を設定し、既存のシステムを評価する BRT スタンダードを創設した。国際公共交通連合は BRT ではなく BHLS という別の概念を導入している。BRT システムは通常以下の特徴の大部分を有する。バス専用車線を導入した場合、目的地までの所要時間が短縮され、 混合交通での渋滞による遅延が回避可能である。分離優先道路を導入する場合、高架道路、地下道路、トンネル、鉄道路線の配線跡を利用可能である。トランジットモールまたはバスストリートは中心市街地にも導入可能である。車道の中央またはバス専用道路でバスを運行した場合、歩道の遠赤側からバスを離すことが可能になり、遅延が防止できる。 バス内での料金支払いの代わりに、駅での料金支払いを行うことにより、バス内での乗客の料金支払いに起因する遅延の防止が可能である。バス専用車線を横断する、方向転換を禁止することにより、バスの遅延は大いに減少する。バス車両優先システムを導入した場合、通常の順序と比較し、バスの進行方向での青信号の時間が拡大し、 赤信号の時間が縮小することにより遅延が減少するため信号交差点に導入されることが多い。方向転換の禁止は交差点を通過するバスの移動に最も重要な方策になり得る。駅のプラットフォームの高さをバスの床高に合わせることにより乗降が迅速で容易になり車椅子、体の不自由な乗客、ベビーカーの利用が十分容易になり遅延を 最小限に抑えることが可能である。高床バスの床高に合わせた高床式プラットフォームを導入した場合、プラットフォームの外側での停車及び高床式プラットフォームでの通常のバスの停車が困難になるため、BRT の停車は他のバスの停車とは完全に分離する必要がある。鉄道車両とは対照的にバス及びプラットフォームの感激の高い危険性もまた、 存在する。ドアでの段差のない低床バスは人気があり増加傾向にある。低床バスは容易な乗降及び他のバスと互換性のある停車が可能である。最大乗車定員270人のトランスミレニオの車両大容量車両、編集に連接バスのような大容量車両は乗客の乗降を迅速化するため通常複数のドアが用いられる。 ガイドウェイバスもまた用いられうる。円滑な乗車には、先進的なパワートレイン制御が用いられうる。上質な駅、編集トランスミレニオの駅入り口における、改札口 BRT システムの駅は、密閉型の駅舎、魅力的なガラス製の引き戸、職員が配置された、切符売り場、案内書などを備えることがあり、一般的なバス停留所と比べて、多額の投資を要する傾向がある。 また乗降の迅速化及び体の不自由な乗客の利便性向上のため、低床バスまたは高床式プラットフォームのいずれかを用いた、高低差のない乗降口や複数のドアが用いられることが多い。特に利用客の多い駅においては、地下鉄のシステムと同じような方法で、車両乗車時ではなく、駅への入場時での切符確認も一般的である。 鉄道駅も参照優れた、ブランドまたは、アイデンティティ、編集ビバラビットトランジット、メトロポリタンエリアエクスプレス、トロンスミレイニオ、メトラパリットの、セレクトを例として、バスだけでなく、停留所及び駅にもマークを付している。固有かつ特色を示すアイデンティティにより、自動車運転の代替案としての BRT の魅力を高められる。大都市は、 通常大規模なバス路線網を有する。すべてのバス路線を示す。路線図は理解しにくくなりうるため、乗客が低頻度のバスを待つ原因となる。特有のブランド及び分離した路線図を用いて、主要な高頻度のバス路線に数字でブランド設定を行うことにより、主要路線網がより理解しやすくなる。詳細は EN、リストオブバスラピットトランジットシステムズよび、 EN, BRT スタンダードスコード BRT コリドーズを参照日本国内でもバス専用の走行空間を有する輸送システムや運行車両に連接バスを用いた一般バス路線が各地に存在している。国土交通省は BRT を連接バス、PTPS、バス専用道、バスレーン等を組み合わせることで速達性、定時性の確保や 輸送能力の増大が可能となる工事の機能を備えたバスシステムと定義している。バス専用の走行空間を有する路線。編集計線沼線 BRT 運行経路にバス専用の走行路を使用している路線。主に廃止された鉄道路線の線路跡地にバス専用道路を設置している場合が多い。詳細はバス専用道路及びガイドウェイバス日本を 参照一般道を運行する路線、編集他の一般路線バスとは別体系の路線を設定して運行するもの、バスレームの設置や連接バスを使用する場合が多い。詳細は、バスレーム及び連接バス導入事例を参照計画中の路線、編集災害時 BRT、編集注射出展。ありがとうございます。